どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は漫画の話いきたいと思います。デスノートという漫画です。まあ、有名ですね、かなり。ほとんどの方が知ってるかと思います。まあ、内容知らなくても名前ぐらいは知ってるかなと思いますけれども、まあ、大変おすすめな漫画で僕もドハマりしました。全12巻 ?3 巻 あれ?どっちだったっけ?まあそのぐらいですね。で、最近短編集って言って、まあ、ちょっとだけ続きもあったんですよ。デスノートでキラが、まあ、八神ライトが、死んでから何年後かの話。それもね、買って読んで面白かったんで、まあそれも合わせて、まあ面白いよということをここで伝えようかなと思いますが、まあまあ、わざわざ説明はしないですけどね、デスノードの。まあ、とにかく、まあ、あれは本当によくできたお話だなと、よくあそこ考えられたなっていうか、こう、頭良くないと、あんな思いつかないですよね。で、まあ、なんであれがすごい人気だったかって、まあ、それは面白かったからっていう、その一言に尽きるんですけど、主人公、まあ、八神ライトじゃないですか。まあ、キラね。キラが主人公だけども、キラが人をどんどん殺しちゃうんだよね。で、まあ、キラの、まあ、思いとしては、こう、罪人。世の中、まあ、社会的に悪いとされてる人を殺してるから別にいいじゃないかと。それは正義悪じゃないかみたいな。世の中がそれで平和になっていくじゃないかと。いう、まあ、信念みたいなのがあるから、一見いいことをしてそうに思えるけど、まあ大量殺人者と言い方を変えればそうなるわけで、まあそのキラを捕まえるためにエルっていう存在がいるんだけども、一見ね、だからキラが主人公で、その主人公と敵対してるのがエル。エルが悪役な感じするけど逆なんだよね。捕まえる方だから。で、それでいてエルが、あれ多分本編では言ってないんだよね、多分。字で表してないと思うんだけど、自閉症じゃないですか。まあどう考えても。あの特徴はそうだと思うんですよね。だから自閉症がヒーローなんですよ。悪い、誰も捕まえられない、やつを、こうなんとか、特定して、捕まえるというところまで行くと。だからそれが今までにないパターンですよね。だからあれは本当、その自閉症をヒーロー役にするっていう、こう、正義の味方にするっていうところがやっぱり斬新というか、変じゃない。ちゃんと、ストーリーとして成り立っているというか、そこがやっぱり素晴らしいなと思います。まあ、あと実際僕がなんか、あんまりそういうのを考えないようにするんですけどね、フィクションのことを。実際僕がそうだったらどうするかみたいな。だから実際自分がデスノートを手に入れたらどういう行動を取るかみたいな。多分僕は本当にバレないように 使うかな、名前書くかな。まあ、最初試しで書くのかもしんないけど、多分あんまり書かないですね。でもこう、世の中生きてきて、何なんだこいつはってやつ出てくるじゃないですか。だから子供を殺したとかさ。だから、なんか、有名なところで言うと、なんだ、すごい高齢の、なんだっけ、院長、元院長だったっけ。若いお母さんとその3歳の娘だかを車ではねた。で、自分は悪くないって主張してたやつ。裁判で、なんか、何年だか、すごい短かったけど、刑が。ね、かなり高齢で90ぐらいの人で、なんか、車のね、アクセルがもともとおかしかったんだみたいな主張してたけど、あいつは許せないね。個人的にね。別に罵倒する気はないけど。やっぱ、そういうのってこう、
ね、全く僕とは関係ないけども、なんかそういうこうのを知ると、身勝手だけどもすごく許せなくなるっていうか、もしかしたら僕がもしそこでデスノート持ってたら名前変えたかもしれない。それは何とも言えないですけど、でも基本的にはそんな目立つようなことはしないですね、実際持った、きっと。まあそれやっちゃったらね、ストーリーとして成り立たないんだけどね。で、デスノートは映画になってますよね。で、映画も見たんだけども、これがやっぱり分かれる人いるんですよ。原作と全然違うんですよね、ストーリー展開が。僕それがあんまり好きじゃないタイプで、できるだけ原作通りにやってほしいタイプかなと。だから原作通りにやると原作見ればいいからつまんないじゃんっていう人の意見。気持ちはわからんでもないけど、なんかストーリーを変えてしまうと、じゃあもうタイトルとかそこから全て変えないみたいな風に思っちゃうんですよね。何のためにこのデスノートを映画化したのって。これを映像として表現したかったから、やりたかったんじゃないのかなって僕は思うんですよね。だから、できるだけそのオリジナルストーリーに、原作に近づけてというか、それをそのままやってほしいタイプです。だから僕的にはデスノートの映画は面白くなかった。全然違ったから。で、まあ最後は短編集ですね。まあその続きの話、主人公が、まあそのリューク死神がね、別な人にこうノートを渡すんだけど、あれは本当に頭いいよね。要はニアも負けを認めたっていうか、捕まえられないっつってもうすぐ宣言して、でオチが、あ、なるほどねと。 それやっちゃったらもう無理じゃんって。 せっかくねえ、勝ったのに、死神がルール変えちゃったらもう元も子もねえだろうっていう。 あれはちょっとかわいそうだなっていうか、まあそうしかないかっていう感じですけど。まあというわけで、まああれは本当、まあ、短いけどもすごい濃い内容、こうバレないためにこうね、キラがいろいろ考えて、エルの目を欺くっていう、そこが本当に食い入るように読みましたから、もし読んでない方はおすすめですので読んでみてください。ということで今回はデスノートを紹介しました。二次論争を終わりたいと思います。さようなら。